お前がクインシーから来た。なんなりと、アッパースタンドのお客様。そこが君の好きなとこ。さあ、ダーシー、行くぞ。落ち着けよ。彼女、まだ帰りたくないみたいだぜ。これは俺たち夫婦の問題だ。口出しするな。まったく、ポール。なんであんたはいつもことを荒立てるの？ヘンリー、もう一杯ついでよ。いい加減にしろ、ダーシー。君に家に帰ってほしいだけなんだ。家に帰るわよ。後でね。くっく、俺にこんなことをするなんて信じられない。何をさ、ポール。キザで嫌な野郎め。妻から離れろ。クソ忌々しい。さっさと行けよ。バカなことをする前にな。クソ誰？乱暴はやめて、ヘンリー。ほら。さっさとここから立ち去れよ。家に帰るよ、ダーシー。息子の面倒を見よう。よ、そこのあんた。聞きたいことがある。何が望みだ？以前、バーにいたよな。あの時。あんた、バーテンダーを殴ろうとしてたな。何があったんだ？言うまでもなかったと思ったが、クックは俺の女房と寝てたんだ。見て見ぬふりをするべきだったのか、わからない。クックが彼女に飽きて、彼女が家に帰ってくるようになるまでな。それで何をすればいいんだ？奴のところに行って話をするつもりだ。それであんたにもついてきてほしいんだ。見た通りだ。そうしないと本気だと信じてもらえないんだ。乱暴するつもりはないが、ただダーシーにつきまとってほしくないだけなんだよ。話をしに行くだけならなんでついていかなければならないんだ？クックに乱暴したくないが、こっちの話を聞かないときは何をするかわからない。あんたが一緒だったら、クックもキザなことはできないだろう。誰も怪我することはないんだ。こちらの得になる話を持ってこいよ。まあ、普通の額ならいいが。そうだ。今は80キャップしか払えないが、クックのことを終わらせたら、もっとかき集めるよ。じゃあ行こう。話をするのはあんただ。こっちはそばにいて、威嚇するだけ。よし、わかった。行こう。ポール、どこへ行くの？ああ、心配することはない。スタンドに行くのか？またダイヤモンドシティに愚かな貧乏人が残り物をもらいに来たのか？店を閉めるだけだから。話がある。なんだよ、ポール。今度はなんだ？黙って話を聞くときだ、クック。一体これは何なんだ？ここで何をしている？まさか、あんたを雇って脅かしに来たんじゃないだろうな。今さらそれがどうだって言うんだ。誰に銃を向ければいいか知りたいだけさ。ポールの話は聞いてるよ。今度は何を言いたいんだ？これだけだ。ダーシーにはつきまとうな。今後一切出ないと。とても悪い考えだ。銃を向けない方がいい。撃つつもりじゃないのならな。撃たないとでも思うか？あんたを殺さなければならない。それがあんたの言いたいことか？銃を収めないと取り返しのつかないことになるぞ。銃を持って解決できることはない。余計問題を起こすだけだ。待て、やり直すことができるよ、ポール。話を続けろ。よし、続けるぞ。聞いてくれ。今後ダーシューには近づかないよ。もう終わりにする。約束する。約束？お前のそんな言葉に何の価値があるって言うんだ？え？埋め合わせはするよ。たくさん金を稼ぐ方法を知ってるんだ。今すぐにでも。知っているように、ダーシーがここに来る唯一の理由はあんたに腹を立てているからさ。もう一度水に流してやり直すなら全てが違ってくるだろう。もちろんあんたには借りがある。
自分のしたことに対してだが。な、どう思う？クック、どうやって金持ちにしてくれるんだ？集まってくれ。今から話す。実を言うと、もう一つの違う事業をやっているんだ。一つはネルソン・ラティマーが父親の財産を使ってギャングの気分を味わうのを手伝っている。ネルソン・ラティマーって誰だ？マルコムの息子さ。思い上がったアホガキさ。でも便利なやつさ。世界中の金を持っているし、自分を心身する犯罪者の親玉だと思うのが好きなんだ。俺とネルソンはグッドネイバーからやってくる紳士と会うことになっていて、ネルソンの金を薬品に変えるのさ。計画は簡単さ。その両方を頂戴するんだ。待ってくれよ。まず聞きたいことがある。おう、なんだ？でもなぜ今になって急に彼らを裏切るんだ？最近の話じゃない。ネルソンは自分の取り分にずっと不満を言い続けてきたんだ。一人でも奪い取ることを考えていたはずさ。ちょうどいい機会を待っていたんだ。そしてそれが今だ。他に何かあるか？ああ、それからどうするんだ？追っ手が来るだろう。おいおい、答えは分かっているだろう。目撃者なしさ。他に何かあるか？なぜダイヤモンドシティに薬を密輸するんだ？ここじゃ薬は違法じゃないのに。そうさ。だがマクドナウ市長は市に運ばれた全ての薬品から大きな分け前を持っていくんだ。だから誰もビジネスをしたがらないのさ。そこで俺とネルソンの出番さ。やつは金を出し、俺は調整をする。安い薬品はダイヤモンドシティへ。誰もが得をする。他に何かあるか？それだけだ。分かった。仲間に加わるか？さあ、分からないことだらけだしな。信じろよ。できるって。問題ないさ。会う場所はいつも同じ場所で、彼らはいつも同じ数の人間を連れてくる。何が彼らを撃っているか気づくことはないだろう。危険を冒す価値はあるさ。やってみよう。どうだ、ポール。できそうか？大丈夫かって？微妙だ。でも金持ちにしてもらうのは拒まないけどな。一杯やった方がいいような顔もしてるな。ラグアドインには冷たいな。結構やられたな。メガ整形外科センターのドクター・ジョック。繊細さは消えてなかった。綺麗になりたい人は？ただそばにいろ。ネルソンは私のことを用なしだと思い始めている。信じろよ、ポール。これが一番うまくいくさ。さあな。でも裏切ろうとしない方がいいぜ。なんだよ、ポール。なんでそう思うんだよ。お前とマルコムが不憫なやつだ。ポールは何かにつけてヘマばかりだってバカにしてるのを知ってるぞ。何？そんなことあるわけないだろう。友人だと思ってたのに。ああ。こっちもそう思ってる。分かってるよ。そう言われても仕方がない。でもお前は間違ってる。このダーシーとのことは前にも言ったが、たまたまのことだ。お前に対して何もなかった。もうそれについては話したくない。お好きなように。遅れたが、トリッシュは薬をまだ渡していないはずだな。彼女が信用しているのは俺なんだ。
ち合わせ場所はこのすぐ先だ。いつもマロウスキーの用心棒が4人、リーダー格のトリッシュ、そして残り3人がボートから荷物を下ろし銃を持ってくるんだ。これらのビルの周りからいい射撃角度を見つけるんだ。銃撃が始まるのを確認したらここから参加させてもらう。忘れるな。誰一人逃がすは一体どこ。そんなに長く待ってられないよ。落ち着けよ。きっとすぐ。あれは何だ。動くな。殺す必要はないよ。誰にも口を割らないよ。誓うよ。あんたが追手を送らないって誰が保証してくれる。彼女を生かしておくことは頭にないのか。マロウスキーにガンナーだと伝えるよ。任せておいて。でマロウスキーの薬品ラボは諦めるよ。ここにあるもの研究所と比べ物にならないし。その研究所に何があるんだ。想像を絶する量の薬品さ。マロウスキーが隠してるもの全てだよ。私なしじゃ見つけることはできないね。知ってることから話せ。うん、分かったよ。信じてるからね。その研究所はサウスボストンの鳩場の古いフォーリフフィッシュパッキングプラントにある。セキュリティについて聞いてみようか。この場所はフェラルグールだらけなのよ。そいつらは私の仲間に疑いの目を向けないのよ。みんな私みたいなグールだからかしら。じゃあなぜフェラルグールは君や君の従業員を狙わないんだ。何知らないの。フェラルは私たちのような普通のグールには興味を示さないよ。美味しくないからかもね。巡回のためだけだからね。真のセキュリティはトリップワイヤーでできたシステムだよ。研究室のドアを開けるには正しい順番で作動させなければならないようなやつだ。ドアの閉まっている時は研究所があるなんて思わないだろうけどね。じゃあ罠に引っかからないでどうやってその中に入ればいいんだ。パスワードを使って教えておくよ。トリップワイヤーをバイパスできるターミナルがあって研究所のドアを開けられるよ。あ、約束を忘れていないわよね。このパスワードをあげれば見逃してくれるって。約束しよう。じゃあ分かった。パスワードはアップルジャックよ。ほらこれであなたは全て得たことになる。そして私は完全に終わった。現状を受け入れられるといいけど。悪いなトリッシュ。悪気はないが。これで大丈夫。それはそれで探したものについて意思は拭いておいた方がいいぞ。で薬はこれだ。なんとかしてそれらを売りさばかないとな。それはあんたのもの。街を永久に去る。この方がポールにとってもいいことだ。それにマロウスキーに自分が関わっていないって説明できる望みはないな。他の奴らと死ぬぐらいしかない。そんなものなのか。街を去ってもう戻ってこないのか。ああもう問題を起こすこともなくなるだろう。これからどうするんだ。それは言わないでおくよ。でも心配するな。去ることはずっと前から考えていたんだ。大丈夫さ。俺たち二人だけだ。五分五分でいいな。七分三分ぐらいかな。七分三分と子犬だ。これ以上は譲れない。ああそうか。また裏切るのか。もう慣れているはずだがな。薬の売買を何とかするんだな。ネルソンの金の半分をくれ。期待できるのはせいぜいそんなところだろう。薬を半分残すっていうのはどうかな。知らねえよ。分け前を多く欲しがったんだから。この厄介な輸送と販売を何とかしろよ。それでいいよ。幸運を祈る。頑張れ。本当に厄介なやつだな。もう十分だ。
金もらえるよな。恐ろしいだろ。弾は安くないんだぞ。金払うから死んだふりをしてくれないか。
検知しました。助けに。ああボス、なんだ。何か言いたいことはあるか。絶対気を抜くな。抜いた時は必然的に全てが地獄に落ちる。俺たちの間に問題がないことを確かめたかった。最後に組んだパートナーは狂ってしまってな。俺の演奏が気に入らなかったのかも。だからお前が自分の目を書き出したりしない限り俺たちは大丈夫だと思う。他には特にない。じゃあな。